はい、どうもこんばんは、今週も始まりました FM のマックラブツ、はい、なんか今日はね、うん、慌ただしくスタートしたという感じで、はいはい、もうね、始めようとしてヘッドホンをかぶろうとしたら、その瞬間に手がメガネに引っかかってメガネを吹っ飛ばすというところからスタートして、僕は僕で、マスクの上からヘッドホンしてるのに気づいて外すのが大変だったんですけど、あ、気がするのか、うん、いやマスク外さずにいいのかなと思ったり、そう、うん、そうなんですよ、はい、まあそんな感じで、今週も始まりましたね、はい、宜野湾市から来ました YouTuber の鈴木でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近ね、はい、夏バテのような気がしてしますね。そういえばね、夏バテっていう話題してないよねと、はい、コロナの話題ばっかりしてて、はい、なんか夏バテの話題してなかった気がするんだけど、はい、暑いよね。暑いっす、むっちゃ暑い。結局は暑いよね。暑いよね、で窓を開けたいよね。で開けなさいって言うから開けると、ね、クーラーが逃げるでしょ、大きな風に言えば、はい、で逃げた後一応窓を閉めてもう一回クーラーつけるでしょ、はい、冷えにくくない？冷えにくい。だから窓は開けれない、なんだか気分的に、うん、なので朝例えば僕大体ね3時ぐらいにいっぺん目が覚めるわけさ、はい、ね、で、ちょっと空気水に外行ったりベランダに出たりするんだけど、あの最近は暑いんで、はい、泣くそのまま眠ると5時か6時にもう一回起きるわけね、はい、でその時にきちんと起きてちょうど朝日も昇ってることだし、ベランダの窓バーッと開けて、はい、空気入れ替えみたいなことをするわけさ、うん、でその時はクーラー切ってるんだよ、はい、ということは閉めた後ももう入れることないんだよね、クーラー、うん、もう6時過ぎてるし、はい、で扇風機つけて、あのまあ自分は下のリビングとかに行くんだけど、うん、起きてきた神さんに怒られるわけだ、誰がクーラー切ったみたいな。おー、はい、私ですけどね、はい、怒られるというわけで、はい、もうそろそろ夏バテしてる嫌です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お知らせです、はい、最近ね、午後雨降ること多かったからね、なかなか来れなかったんだよね、うん、申し訳ない、はい、那覇から来ました、インタラクティブの高津です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もね、うん、雨降ってました。もう、ね、もう嘉手納のあたりから読谷のあたりまでザーね。ね、うん、朝ちょっとね、はい、バイクの記事も開けないといけないってちょっと思ってて、はい、あのオートバイ用のアプリ見つけちゃったわけさ。おお、うん、で今日から登録してモトクルっていう、モーターサイクルっていう、はい、ツーリングしてたり自分の写真撮ったりしたものを開けるんで、うん、ちょこちょこっとバイク使ったら、あれ今日これ雨降るんじゃねっていうのが、はい、で自宅に車をバイク置いて、この後からは車ですって、今日福岡市会員と、はい、ウルマと次の検診までは、うん、あ、ウルマまではバイクで来て、はい、その後乗り換えて、うん、もう一つ病院の検診があったんで、そこ行って、ちょっとね予約替えになってたんで時間食って、出てきたらプツプツ来たわけさ、はい、あ、やっぱり俺のあの野生の感は狂ってない。雨っていう予報一切なかったのに見事に当てたよね。うん、で沖縄の人みんなわかるよね。今日空気重たくないとかね。そうそう、おお、なるほど。今日ベタつくよねとかね。うん、今日もだから昼2時ぐらいからさ。はい、そうですね。2時。はい。急に降り出したのは。うん。うん、まあでも自分はその時にはもう沖縄市まで。来てたんで、はい、戻っても濡れるし、あ、もういい、いいと思ってここまで来たんだけど、はい、いや、うちなんかはね、今日、うん、車の上に泥だらけの猫の足跡いっぱいついてたんですよ。でそしたら雨で全部流れてくれて、もう思わずガッツポーズ。いやいや、僕このオチはあれかと思ったんですよ、はい、もう汚れてたからこれは洗車しかないと、ワックスまでかけたのに雨が降ったって。ああ、いや、そっちじゃなかったんですね。いや、洗車行こうかなと思った。うん、そしたら雨が降ってくれて、うん、全部流れてたんで、もう車の中で、ね、ガッツポーズ撮ってました。やったっすよ、雨ありがとう。もう本当にね、猫の足跡泥だらけになっていて、うん、ものすごい嫌な気分で運転し始めたら、うん、あ、でもデザインとしていいんじゃない。いやいや、僕としては昨日ね、今あの庭 あの犬橋とか、はい、あの車庫のとことかちょっと道路のとことか、あの少しひびが入ってるのを直してたわけ、はい、で前も、今日は一日晴れですって時に午前中こうセメントみたいなパテ埋めみたいなことをやってたら、はい、大雨が降って、
流されちゃったわけさ、ららら、でその後から今日は大丈夫かなっていうのがどうも一日晴れてる気がしなくて、うん、なかなかしてなかったんだけど、はい、昨日の朝穴を見つけたわけね、はい、あの排水自分 の, あの庭と井の柱の間にちょっとブロック一つ分ぐらいの、はい、瓦一つ分ぐらいのちょっと排水溝みたいなのがあって、はい、じゃあちょっと掃除しながらってことで生えてた草とか取ってると穴が開いてたのよ、はい、でその穴の向こう側がすっごいなんかえぐれてるわけさ、いわゆる土がないわけさ、はい、危ない、やべ、この間からの大雨でここ水流れて一気に流れたんだっていうのが分かったので、はい、これまずいと思って、砂と、うん、あの塞ぐためのコンクリート買ってきて、はい、とりあえず砂を全部一応2体買ってきてガーって詰め込んでたわけです、はい、詰め込んでる最中にもう一つ見つけたんで、2箇所に分けてやって、はい、入れる分だけ入れて、はい、その補修材のコンクリートみたいなやつで、うん、入れても入れてもこの砂の後ろをこう行くやつ、はい、しょうがないんで、あのガムテープで一応隠して、はい、コンクリートやって、うん、なるべく向こうに流れないようにやって、一応補修済んだわけさ、はい、で今日雨でしょ、またセーフ、あセーフでした、あよかった、昨日だけはいい天気だったからセーフ、うん、ちょっとよかったな、うん、ただあの途中で雨降っても困らないようにガムテープで封してたわけさ、はい、まあ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 降っても大丈夫だったかなと思うんだけど養生してたんで、うん、流れない、うん、あ一晩二晩で一応乾くの、だいたい1日で乾くみたいで、うん、大丈夫だった、2晩ぐらいしかもそんなにあの大きい穴じゃなくてもうヘラでこう流し込んでた感じだったんで、うん、というわけで、はい、コロナの話題ばっかりしてましたけども、皆さん台風対策のためにこういうのやってた方がいいんじゃないかと、ですよね、っていうか、うん、本当に今年は台風のことみんな忘れてる、忘れているけどこれからなので、うん、であの中国からまあ長崎、熊本、はい、九州、まあちょっとね、うん、西日本もでそろそろ東日本まで行くかなって、あの雨、うん、洪水とかね、はい、うん、そういうことも含めて、ゴミ掃除とかね、ベランダの掃除とかね、うん、とかきちんとやっとかないとね、